オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは秋田県74歳女性のお手紙です。夫へ火葬場で追われる幸運。凶悪窃盗事件の被害者として急逝したお父ちゃん。私は最高級外車霊柩車の助手席に乗って悔しさをかみしめていた。おまけに一日一組の葬儀を歌っていたのに緊急事態で割り込まれた通夜。そちらは24時間42度設定のお風呂の中で倒れ、1ヶ月も発見されず、クラゲのよう。目を背けるほどのご遺体を仕事とはいえ、きれいに葬って差し上げていた。艶振る舞いをする余裕もなかったのね。そちらへご焼香に見えた方が、ちゃっかりうちの会場で飲み食いされて、請求書を見たときは、あまりの高額に驚愕。質素倹約、儀礼的な葬儀はするな、検体に出せという遺言を守らなかった罰かしらね。お父ちゃんの葬儀は思い出したくもなかった。3月11日まではお父ちゃん大変よ、2人で建てた福島の家に住めなくなったの。今はあんなに反対した秋田に嫁いだ長女宅に身を寄せてる。ほんと人生万事採用がうまいよね。今ね、ボランティアで火葬場のお手伝いしてる。津波で傷んだご遺体はあの時のクラゲのよう。これじゃあご遺族はいたたまれないからきれいに包んで尊い人間として送って差し上げるの。当分忙しいから安心して待ってて。まだまだそっちには行けそうにないから。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。またオフィスシオン寺尾俊一代表監修の漫画で丸あかり初めてのお葬式の本をプレゼントさせていただきます。そして皆様からのご質問やご意見ご感想も募集しています。本ご希望の方またはご感想ご質問等は住所氏名をお書きの上、メールはinfo@nara.fm、 ファックスは0742248422、郵便は6308334、奈良市西の深夜町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは0742248415。奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。